もし結社が最近パスワードを設定したとすれば、僕たちの情報だけでは限界がありそうだ。知っている人がいるとすれば。もし結社が最近パスワード知っている人も、ジョゼット、どうだ、うまくやってるか。僕の方は問題ないさ。ところで修理の具合はどう？今でも無料すりゃ飛べねえことはねえんだが、内部機構に受けた損傷のせいで長距離の飛行はとても無理だ。そこをしっかり直さねえと脱出しても地上まで持たねえ。そっか。何か必要なものがあれば遠慮せずに言ってよね。アルセイユから失敬してくるからさ。頼りにしてるぜ。それじゃあな、ジョゼット、ヤバくなったらすぐに俺たちを呼ぶんだぞ。どっからだって駆けつけてやっからよ。そうだ、一つ忘れてた。お前たち ORPHEUS って言葉をどこかで聞いたことはないか？な、何それ。 ORPHEUS、 その言葉はどうしたの？いや、俺たちを見張っていた両兵どもの会話に出てきたんだ。妙に意味ありげな言葉だったから覚えておこうと思ったんだが。そうなんだ。確かに気になるわね。あ、ひょっとして。うん、工業区画の駅の端末だね。あ、ヨシアもそう思う？ん？どういうことだ？なるほど、そいつは確かに臭いな。試してみる価値はあるんじゃないか。やっぱり。ありがとう、キールニ。早速確かめてくるよ。Thank you.
ートを先に進もう。負けられないんだ。
と先に進もう。先に進もう。まだ負けられないんだ。もう僕は逃げない。キーハンドブレイド。はあ。
わ。もう僕は逃げない。キーハットブレイド。はっ、負けられないんだ。僕は逃げる。セーフ！キーハットブレイド！見ろよ！
戦闘終了。先に進もう。あれがアクシスピラーというわけか。遠くから見てもかなりの大きさでしたが、ここまで大きな塔だったんですね。ねえヨシア、あそこにベーベや教授たちがいるのかな。可能性は高いと思う。どうやら都市の中枢を司る場所みたいだ。輝く輪の手がかりだってあるかもしれないからね。そっか。どうする？このまま突入しようか。レーベたちがいるなら今までとは比較にならないほど厳しい戦いになると思う。一度アルセイユに戻ってから万全の準備をすべきかもしれない。ユリア大尉にも探索状況を報告しておきたいしね。うん、そうね。それでは早速駅を探すとしようか。想定してここにメッセージを残させてもらった。復員計画は最終局面に移行し、輝く輪が真に目覚めるのも近い。君たちにもその場に立ち会ってもらおうとも思ったが、ただ案内するというのもつまらぬ話だ。そこで一つゲームをしよう。十数島の各所には私の協力者たちが待ち受けている。彼らを突破し頂上までたどり着けば、諸君に輪の復活を見せてあげよう。それでは楽しみに待っているよ。蛇の使徒第三中ゲオルグ・ワイスマン。よしわい、大切な家族や仲間との再会を果たせたようで何よりだ。だがレーベやレンをないがしろにするのは少々感心しないな。せっかく機会を用意したのだから納得いくまで話し合ってみるといい。
これは。うん。これはこれは。どうやら感心するくらい悪趣味な人物のようだね。うん。とことん性根が歪みまくってるんだと思う。ね、ヨシア。気にする必要ないんだからね。大丈夫。気にしてないから。それより、レーベたちは、やっぱりあの中にいるみたいだ。気合を入れる必要がありそうだね。うん。ようこつ PS。よし、これでカルマーレからアクシスピラーまで簡単に行き来できるようになったね。はあ、長い道のりだったわ。修理も一段落したことだし、一息入れさせてもらってたぜ。中枢塔の探索となると、敵の抵抗も激しくなるはず。休めるときにしっかりと休まねえとな。メンバーを入れ替えるのか？
残る探索場所は中枢と、いよいよ大詰めっちゅう感じやね。結社の連中も本気を出してくるはずやし、一筋縄ではいかへんやろうけど、まあここまで来たからには大団円を目指したいとこやね。早く輝く輪を見つけて、みんな一緒に地上に戻ろうや。山猫号の修理も順調に進んでるみたいだね。高校制御のトラブルもラッセル博士のアドバイスでなんとか解決できたらしいよ。さすが王国随一の学者だってキール兄も感心してたさ。飛翔機関のテストうまくいってくれるかな。はあ、なんかドキドキしてきちゃった。メンバーを、はい、行くよ。これから最終的な飛翔機関のチェックを始めるところじゃ。パスすれば一応の修理は完了。無論左のアウトリガーを修復できればベストなんじゃが、それが無理になった場合も考え、先にテストだけはしておきたい。中枢島の探索を終える頃には機関の準備を整えておくぞい。ではのティータをよろしく頼むぞ。中枢島の探索を終える頃には機関、お前たちもかなり、修理はほとんど完了らしいわ。私たちの方もその結果待ちってとこ。探索から戻る頃には飛行可能になっててほしいけど、ま、ラッセル博士を信じて待つしかないわね。またこうして飲める日が来るとは思っていたが、こうあっさり戻ってこられるとなんだかありがたみも薄れるぞ。できればもう少しじらしたかったところなのだが、最小殿が思ったよりせっかちでね、これ以上引き伸ばせなくなったのさ。やれやれ。それにしてもこんな奴が王子とはね、帝国臣民の諸君にはさすがに同情してしまうぞ。僕としてもできればじらしたかったところなのだが、最小殿が思ったよりせっかちでね、これ以上引き伸ばせなくなったのさ。感動のご対面を演出できず、全く面目次第もないよ。やれやれ、帝国。
さん、探索の方はどうですか？うん、そうか。ええ、これから中枢島内部の探索に入るところです。中枢島、都市機能を統括している場所のようだな。輝くんは、そして我々の敵がそこにいるのは間違いないだろう。よし、私も探索に参加しよう。え？私も自分の足で外の状況を把握しておきたい。それにどうやら中枢島からは様々な都市機能に干渉できるようだ。何もせずこのまま放置しておくのも危険だろう。でもユリアさん、アルセイユの修理の方は大きな作業はあらかた片付きました。飛翔機関のテストも必要な指示は出してあります。あとは博士やクルーたちに任せておけば問題ないでしょう。そっか、うん、ユリアさんが手を貸してくれるなら大いに心強いわね。ならば自分も協力させてもらおう。少佐、この付近の安全は確保できたのだろう。ならば自分がここにいてもできることは少ない。武人は武人らしく役立たせてもらう。ですが少佐の手をお借りするのはいらぬ気遣いだ。正直に言わせてもらえば、あのお調子者を外に出すのがいささか心配ということだからな。少佐というわけだ。我々の手を借りたいときはいつでも言ってくれ。うん、わかったわ。こちらこそよろしくお願いします。これからブリッジでは重要なテストが始まるそうです。どうやら修復工事にも終わりが見えてきたようですね。使命を果たし、全員揃って地上に帰ることを願っています。皆さん、どうか最後までお気をつけ。わかりました、お願いします。応援よろしく。一時はどうなるかと思ったが、船の修理もうまくいきそうだな。ラッセル博士のおかげでなんとか助かったってとこか。これで結社の企みを阻止できれば文句なしのハッピーエンドだぜ。特集号のトップページはきっちり開けてあるからな。王国中が沸き立つような派手な活躍劇を一つ頼むぜ。結社の企みを阻止で特集号の。ヤッホー、エステルちゃんたち、なんだか大変なところに行っちゃうみたいだけど、またみんな揃ってここに戻ってきたよね。悪者をやっつけた記念に記念写真を撮るんだから。記念写真って、まるで旅行みたいだね。いい考えでしょ。みんなでここに来たってこと、いつまでも覚えておきたいんだ。やれやれ、この短期間のうちにここまで修復してしまうとは。さすがはリベル王国、技術者の水準も高いようだな。整備士の中にはラッセル博士の薫陶を受けた者もいるそうだが、全く羨ましい話だ。ん？編成を組み直すのか？これから飛翔機関の駆動テストを行う予定だ。諸君が戻ってくる頃には必ずや飛行可能な状態にしておこう。期待して待っていてくれたまえ。ああ、探索要員を入れ替えるのだな。続け。行くぞ。
ありました。お願いします。応援よろしく。最終パスすれば、無論それが中枢ではの。
中枢塔のたお前
お願い。ほう、これが中枢塔の内部か。まるで大きな装置の中にいるみたいですね。それにこの光る液体は一体何なのかしら。得体の知れない感じだけど。高圧の動力に満ちた液体かもしれない。直接手に触れるのはやめておいた方が良さそうだ。先に進もう。
先に進もう。Oh!